阪信は中国新末から前漢初期にかけての武将。劉邦の下で数々の戦いに勝利し、劉邦の派遣を決定づけた。長領、昇家と共に漢の三傑の一人。言葉句によれば劉邦の後進、軍略に長けた武将とされる。なお、同時代に戦国時代の漢の王族出身の同じく漢信という名の人物がおり、劉邦によって、 漢王に封じられているが、こちらは漢王神と呼んで区別される。ワインの人。貧乏で、貧困も悪かったために食につけず、他人の家に上がり込んでは居候をするという、遊興ぶらいの生活に終始していた。こんなありさまであったため、ワインの者は皆関心を見下していた。とある店長の家に居候をしていたが、嫌気がした店長とその妻は関心に食事を出さなく、なった。 いよいよあてのなくなった関心は数日間何も食べないで放浪し、見かねた老女に数十日間食事を恵まれるありさまであった。関心はその老女に必ず厚くお礼をすると言ったが、老女はあんたがかわいそうだからしてあげただけ、お礼なんていいわよと語ったという。ある日のこと、関心は町の若者にてめえは背が高くいつも剣を帯びているが、 実際には臆病者に違いない。その件で俺を刺してみろ。できないならば、俺の股をくぐれと挑発された。関心は黙って、若者の股をくぐり、周囲の者は関心を大いに洗ったという。その関心は、恥は一時、志は一生。ここでこいつを切り殺しても、何の得もなく、それどころか仇持ちになってしまうだけだと冷静に判断していたのである。 この出来事は関心の国繰りとして知られることになる。真の始皇帝の没後、陳昌、五皇の乱を機に大規模な動乱が始まると、紀元前209年に関心は皇領、ついでその追いの皇儀に仕えて、道中となったが、たびたび行った信玄が皇儀に用いられることはなかった。紀元前206年、旗の滅亡後、関心は皇儀の下から離れ、 冠中に左遷された漢王、劉邦のもとへと移る。しかし、ここでも、連行という、つまらぬ役しかもらえなかった。ある時、冠心は罪を犯し、同僚13名と共に残刑に処されそうになった。たまたま形状に劉邦の重心の加工英がいたので、漢王は天下に大技をなすことを望まれないのか。どうして、宗子を殺すような真似をするのだと訴え。 関心を面白く思った、過去英は関心を除名し、劉邦に推薦した。劉邦はとりあえず、関心を持続と意図したが、関心に対して、さほど興味は示さなかった。自らの才能を認めてほしい関心は、官軍の兵団の責任者である昭家と何度も語り合い、昭家は関心を異彩と認めて、劉邦に何度も推薦するが、劉邦はやはり受け付けなかった。 この頃の官軍では、偏境の官中にいることを嫌って、将軍や兵士の逃亡が相次いでいた。そんな中、関心も逃亡を図り、それを知った将華は両方に何の報告もせずに、これを慌てて追い、追いつくと、今度推挙してダメだったら、私も官を捨てるとまで言って説得した。ちょうど、偏境へ押し込まれたことと、故郷小石さで脱走者が、 相次いでいた中であったため、劉邦は昇華まで逃亡したかと誤解し、昇華が関心を連れ帰ってくると強く質問した。昇華は逃げたのではなく、関心を連れ戻しに行っていただけですと説明したが、劉邦は他の将軍が逃げた時は追わなかったではないか。なぜ関心だけを引き止めるのだと問い詰めた。これに対して、昇華は関心は、 国士無双であり、他の雑多な将軍とは違います。この艦中にずっと止まるつもりならば関心は必要ないが、艦中を出て天下を争おうと考えるのなら、関心は不可欠ですと劉法に返した。これを聞いた劉法は、関心の才を信じて全軍を指揮する上将軍に任命して、軍権を委ねることにした。関心はこの行軍に応え、劉法に、 漢中の北の漢中を手に入れる策を述べた。すなわち、と説いた。劉邦はこれを聞き大いに喜び、諸将もこの大抜擢に納得した。劉邦はこの年の8月に漢中攻略に出兵、油断していた召喚を水攻めで撃破して、当輪で自害に追い詰め、さらに芝金、東影も撃破した。そして、漢中を本拠地として、 漢王の帝政を下して皇吾との対決に臨んだ。その頃、各地で皇吾の政策に反発する諸皇による反乱が相次ぎ、皇吾はその対応に手を焼いていた。紀元前205年、その隙をついて、劉邦は総数56万と合する諸皇との連合軍を率いて申請し、皇吾の本拠地、法上を陥落させた。 しかし連合ゆえに統率が甘くさらに油断しきっていたため生から引き返してきた皇軍の三番に奇襲された遺廃。劉邦は命からがら慶応に逃走した。関心も敗戦した菅の兵をまとめて慶応で劉邦と合流し追撃してきた祖軍を慶應の中間周辺で迎撃。祖軍をこれ以上精神させなかった。体制を立て直したは 自らが皇婦と退治している間に、関心の別道軍が諸国を平定するという作戦を採用した。まずは、関側についていたが裏切って諏訪へ下った正義王の義評を打つことにし、劉方は関心に左上将の位を授けて、副将の常三能張耳と将軍の総参と共に討伐に送り出した。義軍は、都下地点を重点的に防御していた。 関心はその対岸に、囮の船を並べて、そちらに敵を引きつけ、その間に上流に回り込んで、木の桶で作ったいかだで兵を渡らせて、木の主と安優を攻撃し、義軍が慌てて引き返したところを撃って、義兵を虜にし、義を滅ぼした。義兵は、命は助けられたが、庶民に落とされた。その後、北に進んで大を占領し、さらに町へと進軍した。この時、 関心は川を背にした婦人を行う。二十万とこした長軍を、強硬な地形と兵たちの視力を利用して防衛し、その隙に別動隊で城塞を占拠、さらに落城による、同様の隙をついた別動隊と本隊による攻撃で打ち破り、鎮余るお水で、城王血を上国で切った。続いて、長の将軍であった、立佐社を探し出して捕らえ、神座を用意して、 リサシャを先生と称し、これからのことを相談した。リサシャは、敗軍の将は兵を語ってはならず、亡国の真は国家の存続を図ってはならないと聞きます。私は、敗軍の将、亡国の真ですとはじめ自分の考えを述べることに、躊躇したが、関心は、長が破れたのは、先生の策を入れなかった長王と、陳は丸にあり、先生にあるのではありません。 もし先生の策が用いられていれば、私はここにいないでしょうとさらに称した。これに、リサ社は、死者も占領に一室あり、愚者も占領に一徳ありとありますと愚者の策であると前置きした上で、次に進むとすればツバメですが、このままでは破れます。兵が疲労しきっているからです。まずは、徴兵の遺族をいし、その返礼と十分な休息を兵に与えます。 ツバメは長軍を少数の兵で下した官軍を非常に恐れており、長兵の遺族を使者として送り、利を解けば降るでしょう。降らなければ、急速十分な兵を向ければよいのですとツバメを下す、策を与えた。そしてその策に従い、老せずして、縁の増多を降伏させた。紀元前204年、新聞のために、長耳を長王として立てるように劉法に申し出て、これを認められた。 この間、劉邦は項羽に対して不利な戦いを強いられ、関心は兵力不足の劉邦に対して一度も兵を送っていた。しかし、それでも苦境にあった劉邦は、諏訪に包囲された聖皇から脱出し、皇河を渡ると、過去へえらと共に、関心たちがいたおさむいた。その際、幕舎で寝ている関心のところに忍び込んで、その指揮権を奪った。関心は起き出して仰転した。 劉邦は、蝶耳ら諸将を集めて、関心を蝶の小国に任じて、総参と共に政を平定するように命じた。ところが劉邦は、関心を派遣した後で気が変わり、樹舎の歴域を派遣して、政と和議を結んだ。紀元前203年、関心は政に攻め込む直前であったが、すでに歳が降ったと聞いて、軍を止めようとした。この時、 関心の群中にいた弁士通りは、新軍停止命令は未だ出ておらず、このまま、生に攻め込むべきです。れき息はしただけで生を下しており、このままでは、あなたの功績は、一階の従者に過ぎない、れき息より劣ると見られることでしょうと進言し、関心は、この進言に従って、生に進仰した。備えのなかった、生の城は次々と破られ、怒った聖王の伝広氏は、 歴域を釜茹でに処して高密に逃亡した。聖は素愛に救援を求め、幸運は将軍劉勝と副将、周蘭に命じて二十万の軍勢を派遣させた。劉勝は周蘭から自給戦を進言されたが、以前の幸夫の印象に影響され、関心を侮などって決戦を挑んだ。関心も劉勝は有望であるから、決戦を選ぶだろうと読み、 広いが浅い水という川が流れる場所を戦場に選んで迎え撃った。この時、関心は決戦の前夜に水の上流に土納を落とし込んで臨時の席を作らせ、流れをせき止めさせていた。関心は敗走を装って龍勝軍をおびき出し、祖軍が半ばとかしたところで席を切らせた。土頭のごとく押し寄せた本流に竜葛の二十万の軍勢は押し流され、竜葛は 関英の軍勢に打ち取られ、集羅も総三の捕虜となった。聖を平定した関心は、劉法に対して、聖の陳部のため聖の仮の王となりたいと申し出た。劉法は、自分が苦しい状況にあるのに王になりたいと言ってきた、関心に身勝手であると激しく反発したが、長領と陳兵に認めなければ関心は離反し、聖王を自ら名乗って、独立勢力となると指摘され、 一点、怪獣のために、仮の王などとは言わずに、真の王となれと関心に伝え、聖王関心を認めた。関心は、九千国の七王の内大国の際を領有し、河北の長、燕を支配する大王となり聖祖、関、聖の三国が定立する局面となった。王となった関心に、皇吾も恐れを感じ始め、竹渡るという者を派遣した。は関心に、 劉鳳は見逃してやっても攻めてくるような義理のない、信頼できない人物でありますから、あなたにとって従わない方が良い主君です。勘と別れ、祖と共に、勘に対するべきですと説いた。勘心は幸運に礼遇されていたことを恨んでおり、一方で、劉鳳には大抜擢され、聖王に封じられたことを恩義に思っていたため、これを即座に断った。その後、道理から、 天下の要少である聖の王となった今、関、外天下を三分し、両者が争いに疲れた頃に、あなたが出て、これをまとめれば、天下はついてきますと、天下三分の刑を検索された。関心は大いに悩んだが、無本とは異なる。一勢力としての独立という発想に特心がいかず、関王様は、自らの衣を私に与え、車に同情させてくれ、さらには、 大将軍に任じてくれた。裏切ることができようかと結局は劉邦への恩義を選び、これを退けた。絶望した道理は高難を恐れ、狂人のふりをして出奔した。その頃、祖間の戦いは高岳山での長い持久戦になっており、疲れ果てた両軍は一旦和睦して、それぞれの故郷に帰ることにした。しかし劉邦は、この講和を破棄し、 撤退中の祖軍に襲いかかった。関心も火星の要請を受けるが、これを目殺したために劉邦は破れる。焦った劉邦は、長領の進言により、関心に対して賛成王として、改めて戦後の西王の位を約束し、再び援軍を要請した。ここに及んで関心は30万の軍勢を率いて参戦した。これを見て、諸行も続々と官軍に参戦する。 韓軍は外貨に祖軍を追い詰め、外貨を脱出した皇羽は、冬12月に武功で自決し、5年に及んだ祖間戦争はようやく集結した。紀元前202年皇羽の死が確認されると、劉邦は、本来祖王となるべき否定には、死子がいない。関心は、祖出身であり、その風土、風習にも馴染んでいるとして、関心を西王から祖王へと移した。 これは、幸うなき跡の相応であり、また諏訪には、関心の故郷があるため、名誉であり栄天であった。しかし一方で、城の数では74条から54条に減った。故郷の安院に外旋した関心は、飯を恵んでくれた、老女、自分を侮辱した若者、居候させていた店長を探して呼び出した。まず、老女には使い切れないほどの大金を与えた。いで、 かつての若者には、あの時、その方を殺すのは耐やすかったが、それで、名が上がるわけでもない。我慢して、小くぐりをしたから、今の地位にまで登ることができたのだと言い、注意の位につけた。店長には、世話をするなら、最後までちゃんと面倒を見よと言いましめ、わずか百戦を与えた。劉邦はよく、関心と諸将の品定めをしていた。 当日のように関心は劉保によって捕獲されることになるのだが、その後、劉保が関心に、わしはどれくらいの賞であろうかと聞くと、関心は、陛下は、せいぜい10万の兵の賞ですと答えた。劉保が、ではお前はどうなんだと聞き返したところ、私は多ければ多いほど良いでしょうと答えた。劉保は笑って、ではどうしてお前がわしの虜になったのだと言ったが、関心は、 陛下は兵を率いることができなくても、将に対して将であることができます。これは、天授のものであって、人力のものではありませんと答えた。紀元前201年、同郷で旧友であった、その将軍、勝利をかくまったことで関心は、劉邦の不況を買い、また、異例の大出世に嫉妬した者が、関心に、謀反の疑いありと残言したため、これに弁明するため、 勝利に自害を促した。勝利は、漢王が私を血眼に探すのは、私が恐ろしいからです。次は気候の番ですぞと言い残し、自ら首をはねた。そしてその首を持参して越見したが、無本の疑いありと捕獲された。関神は、高都市してよくられ、高取りつきて領久増され、敵国破れて防身滅ぶ。天下が定まったので、私もまたにられるのか。 と判例の言葉を引いた。劉邦は、謀反の疑いについては保留して、関心を平権を持たない、ワイ,イン公へと降格させた。関心はそれ以降、病と称して、長安の屋敷でうつうつと過ごした。ある時、武陽公の藩界のところに立ち寄ると、関心を尊敬する藩界は礼儀正しく関心を、大王、自らも、真と呼んで、最大限の敬いを見せたが、 関心は生きながらいて半会などと同格になっていると自嘲した。歳月は流れ、陳貴が挙録軍手に任命された。関心を尊敬していた陳貴は出発にあたり長安の関心の屋敷に挨拶にやってきた。関心は陳貴にあまりの礼遇にもはや劉法への忠誠はなく、私が天下を取るまでだと言い放ち、一計を授けた。劉法の信頼が厚い陳貴が無本すれば、 劉邦は必ず激怒して自ら討伐に赴き、長安は空になる。しかし許禄は、西兵のいる幼少であるから、容易には落ちないだろう。そしてその隙に自分が長安を掌握する。反乱の頻発に現れているように天下には、不満が渦巻いているので、諸国も味方につくだろう、というのである。紀元前196年の春、果たして陳ンは、許禄で反乱を起こした。 信頼する賃金の造反に激怒した流邦は、関心の目論み通りに、鎮圧のために申請し、通るすにした。関心は、この機会に、長安で反乱を起こし、囚人を解放して、これを配下とし、旅行と皇太子の劉栄を監禁して、政権を奪おうと図った。ところが、関心に恨みを持つ下僕がこれを旅行に密告したため、計画は事前に発覚した。 予法に相談された小国の商家は、関心を普通に呼び出したのでは警戒されると考え、一計を講じる。適当なものを劉法からの使者に仕立て、賃金が討伐されたと報告をさせ、長安中に布告を出した。たちまち噂は広まり、長安在住の諸侯は祝辞を述べるために次々と散大した。関心は計画が頓挫したとが転し、 病気と称して自邸に引きこもっていたが、翔家は病心であることは知っているが、自身にかけられた疑いを晴らすためにも、申請成功の祝辞を延べに散大した方が良いと、招いた。そして、関心は、何の疑いもなく、おびき出され、捕らえられてしまう。ことにあたっては、用意周到に計画し、慎重さにも抜かりのなかった、半身だったが、自分を大いに買って引き止め、 大将軍に推挙してくれた、昇華だけは信用していたため、誘いに乗ってしまったのである。そして、関心は、劉邦の帰還を待たずに、長安城中の身を区内で切られ、死ぬ間際に、道理の勧めに従わなかったことが心残りだと、言い残した。関心の三賊も処刑された。関心の死後、陳期の討伐を終えて帰ってきた劉邦は、最初は関心が死んだことに悲しんだものの、 関心の最後の言葉を聞いて激怒し、道理を捉えて、これを中殺しようとした。しかし道理が堂々と公弁したため、除名して、これを解放した。芝千は関心は貧しくて、母親の葬儀をできなかったが、その墓に、好純な土地を選んで将来墓盛りを置けるようにした。関心は、無意無感の民であった頃から一般人と志が異なっていた。実際に、 関心の母の墓を訪ねると、本当にその通りであった。もし関心が道を学んで健常であり、自分の功績を誇らず、能力を誇らなかったならば、関の王室に対する関心の訓功は、修公、召し公、太公坊が修王朝に対して成し遂げた訓功と比較されるほどのもので、死死孫尊にわたって称えられたのは間違いない。関心は無難な道に努めずに、 天下がすでに定まってから反逆を企んでしまったのだから一族が絶滅させられてしまったのも仕方ないことであろうと表している。関心の生涯を扱ったものとして中国のテレビドラマ、幸宇と劉鳳、排水の陣がある。また中国映画幸宇と劉鳳拷門の回でもメインキャラクターの一人として登場する。ありがとうございます。